に紛れていた。彼らは昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣は、すぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は、彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され、人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど、子猫の尻尾は、細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見ると、こう慰めた。だとしても、君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには、犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て、猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいから、きっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら、灰色の狐を火のそばに連れ、殺した。灰色の狐の心は、透明で美しい、無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって、お前の狐の仲間たちのために、死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も、愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。溶けた！すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、ザ・神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。この記憶は、当時の学者、神を想像するのは第一歩に過ぎず、私は、それらを自らの、本当にそんな人がいたのか、それなのに。残票は、降臨者、消失する前。ただ、世界中にある情報の変化が、ファデュイの上層部にどれだけの影響、その話だと、オイラは、それこそが、答えは一つだけでは、真実をその人にか、旗から見れば、無駄、忘れないで。そしてこれは、あなたがずっとやってきたことでもある。おう！ナヒーダの言う。いい考えね。オイラに任せろ！グランドバザールの屋台で食べ物を買って、